番良い治療を受ける方法。リンドさん28歳、男性、精神科で新しく受診する先生から正しい診断をされて正しい治療を受ける方法を教えてください。正しい診断と正しい治療ってないんですよ、精神科においてはね。最初から正しい診断と正しい治療ができるかっていう意味ね。最終的にあるかもしれないけど、診断も治療も治った時に分かるんですね。あ、この薬がこの人の一番良い薬なんだっていうのが分かるし、診断っていうのもどんどん変わっていくので、過去動画でも10本以上言ってますけど、精神科の診断っていうのは状態診断なので、どんどん変わっていくのが普通です。最初に言われた診断と1年後に言われた診断が違います、最初に言われた診断と別の病院に行った診断が違いますって、それ当たり前なんですよ。んでそこ心配するとこじゃないので、診断っていうのは関係ないんですね、精神科においてはね。良くなればいいので、その時の状態像を記述するために診断っていうのがあるので、あんまり診断にとらわれなくていいんですね。治療っていうのもどんな名医でも最初からこの人はこの薬が一番効くなんていうのは分からないので、今の治療っていうのはプロトコールアルゴリズムっていうの、まずこの薬を最初に使いましょうね、効かなかったらこれ使いましょうね、その後はこうやってくださいねって、だいたい決まってるんですね、治療法の手順っていうのは。精神科医の先生方はみんなそれを常識のように把握しておりますので、どこの病院に行っても同じ診断名におきましては同じような薬が出るんですね。だからうつ病の場合はだいたい SSRI が普通出ます。でも SSRI の中には何種類か種類があるので、その中でどれを使うかっていうのはその先生によってちょっと違ってはくると思うけど、だいたい SSRI を出すことが多い、そういうふうに出すっていうプロトコールになってるから。なので基本的にはどこの病院に行ってもそんなに変わらないっていうのが私の考えです。素晴らしい名医がいるのかもしれないけど、おそらく素晴らしい名医がいるところは3分診療になります。いいお医者さんのところにはたくさん患者さんが集まってくるので、診察時間が短くなりますね、当然ね。3分ってことはないかもしれないけど、本当に5分とかの診療になる可能性がありますね。やぶ医者のところに行くと患者さんが殺到してないので、じっくり見てもらえる、15分とか30分も話聞いてもらえるかもしれない。そうするとそれはそれで良くなったりするということでね。だからいいお医者さんに出会いたいですっていうのもすごく患者さんの気持ちとしては分かるんですけど、実際問題本当の名医の先生がいらっしゃったとしたら、かなりの患者さんが殺到してるし、あるいはずっと通ってる患者さんもいるから、どんどん増えていくだけなので、診察時間が短い問題っていうのが今度生じてくると、患者さんの満足度は間違いなく下がるんですね。だからどういうお医者さんにかかるかっていうのは残念ながら答えっていうのはないですね。先生が多分変わるんでしょうね、その先生に正しい診断をされて正しい治療を受ける方法を教えてください。それはあなたが思っていることをいろいろと正直に話すっていうことですよね。あと質問ちゃんとした方がいいですね。よくカバチャンネルでも毎日30問とか50問とか、多い日だと100問とか質問が来ますけども、主治医の先生に相談してくださいっていうのが多いんですよ。なんで相談しないのってことですね。逆に言うとね、正しい診断と正しい治療をするためには、お医者さんの立場で考えた場合は、正しい情報がたくさんあれば正しい精度で診断することができますし、一番合う薬を出すことができるのね。だからあなたが3つのことしか喋らなかった場合と20個のことを喋った場合では、どちらの方が正しく診断して正しく薬を出せるでしょうか。20個手がかりがあった方が絶対いいよね、それはね。だからこんなことお医者さんに言ったら嫌われんじゃないかとか言って、結構皆さん言わなかったり、主治医が忙しそうだから言えませんってのが多かったりするんだけど、それってお医者さんに対してのこの手がかりを減らしてるので、最終的に自分が間違った治療をされる確率が増えてくる、言わないことによって。あるいは本当はすごい具合が悪いんだけど、それを我慢したりしても、本来もっと強い薬を出せばよかったのに弱い薬でしか出ないとか、そういうすれ違いみたいなのが起こってくるわけね。だから正しい治療、正しい診断を受けるためには、できるだけ多くの情報を主治医に提供するってことが、あなたの患者さんの立場で一番今すぐできることだと思いますので、困ってることがあったら相談するし、こういうとこ調子悪いんですって言ったら、それを素直に思ってるように言うというのが一番良い治療を受ける方法だと思います。精神科医カバ沢志音のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。